はい、こんにちは。今日はストレスに関して仕事のやりがいって一体何なのっていうお話をですねしていきたいと思います。まあ就活シーズンがですね少し過ぎた時期ではあるんですけれども、まあまだ街中でちらほらね就活生のね男の子や女の子は見かけるんですけれども、まあそういうですね、まあ、僕最近その採用に関わってはないんですけれども、うちの人じゃないや、まあ教え子とかあるいはそこに関係する人、まあ、友達の子とかから就活生になった時に、まあ、仕事のやりがいって何ですかとか、どんな時に感じますかっていうことを質問を受けることがあるんですよ。で、僕結論言うとですね、仕事にやりがいを感じたことなんかないよということを、ね、かもない、根も葉もないというか、もう言っちゃいけないようなことを言ってるかもしれないんですけれども、まあなんでかっていうと、やりがいってそこまで仕事に求めるのって重要なのっていうことを、まあ根本的に僕疑問に思ってるからなんですね。で、そういう解消する、いやでもやりがいがないと仕事って楽しく続けられないじゃないですか。返しが、まあ、ほぼ 100% 来るんですよ。ところが、やりがいと楽しさって別のベクトルなんですよ。向かってる方向が違うんですよ。例えば、スポーツ選手って毎日成果をきちんと残すために厳しいトレーニングっていうのを積んでるんですけど、それって厳しいトレーニングっていうのは楽しくやれてますかと、やりがいは感じてるかもしれないですけど、素振りをするとか一生懸命泳ぐとかって楽しいかって言ったら体悲鳴上げてるんで、そういうわけじゃないですよね。はい、うわ体悲鳴上げてる楽しいっていうマゾっていうのはってる、ボディービルダーくらいだと思うんでね。で、あるいは通常の仕事の中で例えばまあプレゼン資料を楽しく作る会社員っていうのは多分ほぼいないと思うんですよ。うわまた上司からめんどくさいパワーポイントの作成押し付けられたよみたいなことで、ね、でだから仕事に楽しさっていうのを求め、まあ、仕事に対して楽しさイコールやりがいっていう勘違いをしてそれを求めすぎるから反対に働き始めた時にしんどいとかもう辛いとか転職したいっていう風にこれが僕のやりがいのある仕事なんだと思って入った会社が実はそうじゃなかったっていう末路に陥りやすいっていう話になるんですよ。で、確かに行動科学を分析していくとやりがい、つまりいろんなことに意欲的に積極的に取り組むっていうのは皆さん自身の幸福度を高めるっていう要素としては非常に大事になってはくるんですよ。ところが快楽、つまり楽しさに溺れてしまうと幸せに逆になりにくいっていう結果も出てるんですね。つまり意欲的に行動するのは幸せになれますよ。ところが楽しいかどうかっていう判断基準になってってしまうともっともっと求めすぎてしまって結果不幸というか、まあ幸せになりにくい、幸福度満足が得られにくいっていう結果になっちゃうんですよね。だから人っていうのは当然楽しさっていうのを求めるんですけど、本当に求めているっていうのは幸福感なんですよ。だから楽しいだけの毎日が楽しいだけ、つまり楽な毎日ばっかりが続くと最終的に残るのは虚しさだけなんですよね。僕が好きなアニメの中の、ま、元は漫画なんですが人空っていうやつの初期のオープニングテーマ、鈴木夢さんという方が歌っているやつなんですけれども、その歌詞の中に楽しいだけの毎日が続くとそれと気づかずに退屈と変わらないよねって、結局楽しい毎日続いてもそれが続きすぎると退屈になっちゃうよねっていうことを言ってるのと、まさにこれまといた話じゃないかなというふうに思うんですよね。とはいえやりがいだけばっかりでも疲れちゃうんですよ。ずっと動き回ってるのでも疲れますよね。まあ、懸命に働きまくる日々っていうのはいつか体を壊しちゃいますし、逆に年中寝たきりでゲームだけをやっている日々が続くって、これは両極端ですけど、働き続けるっていうのと、ね、ゲームで堕落した生活を続けるっていう、どちらにせよその両方の毎日のどっちかが続きすぎるともうやだーってなるんで、林修先生の初耳学ってご覧になったことありますかね。あれの中に出ている熱血授業のニートたちも本当にその生活を毎日続ける、この先一生その生活を続けるのでいいっていうふうに思ってるんだったらそもそも番組出ないと思うんですよ。文句をこう林先生とか橋本さんとかいろいろ授業をしててで、いやいやそうは言ってもって文句は言ってるけど、でもなんとかこの生活を抜き出さなくちゃいけないからっていう思いで来てると思うんですよね。じゃなかったら何言ってもまず響かないとかっていう以前にあの場にいないですから。とはいえ、ただしこういうやりがいだとか楽しさっていう話をいろいろしてきましたけど、
とある学者さん、ね、チクセントミハイっていう学者さん、チクセントミハイという学者さんが言うには、人はある程度どんな仕事であっても工夫次第でやりがいを感じないと、仕事中いろんな人たちっていうのは能力を発揮して何かに挑戦をしていくと、まあ、多くの力が発揮できたりとか幸せを感じたりとか、まあ、創造性クリエイティビティが働いたりとか満足感を感じられるようになると。ところが仕事を外れた自由の時間、プライベートに過ごす時間ですよね、まあ、ここを今重視している世代だなんて我々は言われたりしてますけど、そこでは自分が仕事で発揮している能力とかっていうのは残念ながらうまく活用ができずに、逆にプライベートの時間の方に寂しさとか虚しさとか不満を感じるという、要はだから帰ってきて家でぼーっとしてて、このまま過ごしていいんだろうかっていう、こうちょっとマイナスな考えが浮かんでってしまうっていう結果もあるんですよね。だからリクルートの調査なんかでは 80% 近く 78.6% が仕事にやりがい喜びを感じることっていうのは必要だっていう回答が出たりしてるんですよね。だからなんだかんだブーブー文句言って仕事にやりがい感じられません、楽しさ感じられませんとかって言いながらも、それは重要だって思いながらきちっと働いてる人たちっていうのは大多数だっていう結果が出てるんですよね。とはいえ今のこの働き方改革だとかテレワークでもっと負荷を減らして生産性上げましょうみたいなことが謳われているこの日々の中で、マスコミの印象操作とか、まあ、YouTube の台頭、 YouTuber という人たちの台頭で、やりがいイコール楽しさとか好きなことじゃないと成功できません、仕事を続けられませんみたいな情報が溢れ返ってるんですよね。幸せになれないとか楽にできないとかお金が稼げませんとか、でも実はそうでもないんですよね。マスコミがどういう意図を持ってああいう報道をしているのかっていうのはどうでもいい話で、マスコミの人たちっていうのはそういう餌釣りで視聴率稼いだりとか視聴回数を稼いだりとかしているっていう、本当に人の心を感じることができるのが少ない職業ですから、まあ、それはいいとして、 YouTube でもこれやってみたら分かるんですけど、例えばゲーム実況とかであっても撮った時間のもう5倍、10倍の時間は編集にかかるんですよ。ということは例えば10分の動画撮って5倍かかるってなったら、それだけで1時間の作業時間が生まれるっていう話なんですよ。僕自身がこれ今例えば10分とか15分の動画上げてますけど、字幕をつけるだけでその倍の時間がかかって、でテロップどうしようかなとか効果音までつけようかなってなったら、やっぱりさらにその2倍時間がかかるってい いう編集時間がかかってるんです。これ1本上げるだけでも1時間前後 の動画がかかってるんですね。で僕は YouTuber じゃないので、普段と仕事も8時間、10時間とかっていう仕事をやっている中で、その隙間時間の中でこれに取り組んでいるってことを考えたら、どれだけ大変かっていうのは、まあ、大体想像つきますよね。でしっかりとした YouTuber でゲーム実況者の方でキヨさんっていう方がね、 最終兵器俺たちでコウスケ、フジ、ヒラでキヨっていう4人組がいますけど、そのキヨさんが上げているサイオレハウスツアー2020っていう動画も、あれ10分に満たない動画ですけど、編集8時間っていう時間がかかってるんですよ。8時間ですよ、640分ですよ。もう皆さんの普通に働いてるサラリーマンの1日を編集だけにかけてるっていう、できますかっていう話なんですよ。 YouTube って結局楽そうに見えてそうでもないんですよね。まあ話をしておきながら、とはいえやっぱり仕事に楽しさとかやりがいっていうのを求めることが必要だっていう、まあ、先ほどのリクルートの調査でも出てるんで、じゃあどう段階を踏んで仕事を楽しんだりとかやりがいを持っていったらいいのかっていうと、両方求めるっていうのは冒頭伝えた通りベクトルが違いますと、じゃあどっちが先に来るのがいいのかっていうと、僕個人の考えでいくと1に楽しさ、2にやりがいだと思ってます。でこれはポケモンに例えていくと、最初って自分の持ってるポケモンってレベルが低いじゃないですか。まあ相手のレベルも低いんですけれども、まあ、5から6にレベルを上げるとか10から20にレベルを上げるって、さほどポケモンと戦わなくても100とか200の経験値もらったら一気にレベルが 2,3 上がったりとかって、こうポン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 上がってて、なんかこう楽しめるじゃないですか。だからそれを仕事に当てはめていくと、最初は何も手持ちないんですよ、自分の能力とか経験とかって。ところが一つのことを経験して、あこんなことができるようになったっていうレベル をポン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 上げていくことに楽しさをぜひ感じていただきたいと。ところがレベルがある程度のところまで上がってくると、今度またポケモンの話に例えを戻すと、もうバッジ8個取った後とかの四天王に挑むまでのチャンピオンロードとかあってレベル50とか60の世界になってくるじゃないですか。そうなったらこれまで
2体3体のポケモンを倒したらレベルが1個2個簡単に上がってたのが、もう30体40体50体倒していかないとレベルが51から52に上がらないって、もうなんか苦行かこれはみたいな状態になってくると。ところがジムリーダーを倒したりとかチャンピオンロードを抜けたりとか四天王を倒してチャンピオンになったっていう、そのレベルが上がっていく過程よりもそれを達成することができた、バッジ8個集められましたとか四天王を倒しチャンピオンになれましたとかっていうその結果にやりがいを感じることができるというようなものになっていくんじゃないかなと。だから仕事でいろんな経験積んで一個一個できるようになっていって、スキルアップしていきましたとかステップアップしていきましたってなる、その喜びを感じていく段階が終わったら、楽しさを感じていく段階が終わったら、今度は一つ一つの結果を出していくことに対してのやりがいっていうのを感じられるステージっていうのにおそらくたどり着いていくかと思います。ですんで、やりがいの先にまずは楽しさが来ると。で、仕事楽しいなって思っていく中で、今度は結果を求めてやりがいっていうところにぜひたどり着いていく、まあ、っていう風にいただけたらなという風に思います。ということで、これはどちらかというと今仕事をしている方向けというよりは、これから社会人になる方とか、あるいは社会人になって1年目2年目とかの方々は、僕も言うても5、6年目の人間ですから、大したやりがいにつながるほどのスキルアップ、スキルを積み重ねた人間ではないですけれども、ぜひですね、ヒントにしていただいて、アルバイト仕事やって、またね、政権も変わりますから、安倍首相と変わって、これから日本がまたどうなっていくかっていうのが、見通しなかなか立たない状況にもなってきましたから、ぜひですね、若い力で日本を盛り上げていきたいなというふうに思っております。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。